こいつを。お、なんで、なんで、なんで生きとんの。ほれ。ほれ。あ、ほれ。うわー、セクシー。はい、ごめんね。え。え。はい、どうも、こんばんは、ラムロットです。超久しぶりにですね。ザ・フォレストの方をやっていきたいと思います。あのね、新しいパッチも入ってたんですけどもね、なかなか面白いのが取れずにいたんですけども、コメントの方で、民族たちが罠に引っかかるのが見たいと、たくさん罠を設置してくださいというコメントをいただいたんでね、ありがたい限りです。全くそれを使ってね、それを使ってというか、そういうコメントがあったんで、今日はですね、罠を作りまくります。とりあえず罠をできる限り作ります。それでどうなるのか、パッチでね、罠が再利用できるというか、セットし直すことができるようになったんで、前回までは罠に敵が引っかかってしまうとそれっきりでもう使えなかったんですけども、今回はもう何回でもセットし直せるということなんでね、なんか同じことを2回言ったような気がしますけども、まあいいでしょう。ザ・フォレストの実況動画がですね、現在一番再生されてるんじゃないかな、最近のね、俺の実況の中だとザ・フォレストが一番再生されてるんで、需要があることは分かっているんですけども、なかなか面白い動画が撮れずにですね、他の人も上げてらっしゃる方もね、いるみたいですし、上げてなかったんですけど、自分ではプレイしてました。一人で静かに。こちらを先に作っておかないと。この辺かな。いらない、いらない、一回落として。ちょいらないんだって。今は何ガードしてんの、勝手に。何ガードしてんの、勝手に。来るがよい。あいつら綺麗に罠避けるんじゃないの。またこんなに設置したのに。おなごよ、なんか突っかえてるわ。なんか突っかえてるわ。切り株でどうすんの、どうすんの、どうすんの。これ火、ほら火があるから近寄ってこれんだろ。とりあえずね、夜を過ごすのがめんどくさいですね、家がないと。お、お前罠釣り抜けとるやんけ。あ、罠引っかかったのこれ。はい、もう一回セットする。はい、もう一回やって、もう一回。見てなかった。もう一回。うわ、すっげえ今日ハーレムや。お前大丈夫。なんでなん？あ、引っかかった。おお、ちょっと待って。ちょ、今、女の子たちが。あ、ね、やっぱりね、スタンディングファイアが強いんだよな。ちょっと、お前も後で構ってるから待っとけ。あいつも引っかかるぞ、多分。ほら、もうちょっとこっちおいで。こっち側、おいで。おいで。あ、あ、あ。ちょ、お前は、大丈夫、あ、ごめんごめん、ごめんごめん。あ、引っかかっちゃった。俺が引っかかっちゃった。あ、うん、なんやねん、なんやねん。ほら。うわ、すっげえ強い。あれ、どうしたの。罠のセットをし直しておいて。え、なんなん、どうしたん。みんな女やけど、めっちゃ嬉しいやん。おいで、セクシーアゲもおいで。ほらおいでや、恥ずかしがらずに。おいで。あ、てかこれ、あ、ほら本当に全員女やで。これめっちゃ嬉しいわ。これほら、あ、あ、やばいやばい。でも死ぬ。あ、また引っかかってるわ、セクシーハゲまで。かわいい。え、
まだおんの、もしかして。でそろそろ寝るわ。はい、おはよう。おおおお、おお、何遊んでんの。それ何なの。めっちゃ楽しそうやん。いちいち俺の前を通るときにこのびっくりさせる音が入るよね。止まった、消えた。あれ、また地中張ってるんちゃうかこれ。あれ、おお、あ、燃えてる燃えとる、燃えとるがな。あ、俺かかった、ごめん。あ、ちょっと直して。どこ行った。そして若干こっちも暴れ始めてる。見てこの綺麗なお尻。まあええわ、もうええやろ。どうなってんやろ。あそこにもおる。何この新しいホラゲー。あ、これも、あれ、あ、死んでるわ。なんかごめん、気づかへんだ。で、なんでこれ死体どけやないかんか。頼む。うわ、あれ？茶髪の子になったけど。あれ？あれ？あれ？あ、これで地道にどかしていこうか。動いてる、ちょっとだけ。頑張り、あともうちょっとや、あともうちょっと後ろ下がるんで。ほれほれ、これをさ、こいつをそろそろ切らないとね。この罠がリセットできないんですけど。どこにいるんや。いた、こいつを。お、なんで、なんで、なんで生きとんの。ほれほれ、あ、ほれ、うわー、セクシー。はい、ごめんね。うわ、どこまで行ってんの。うお、早い早い、すごいすごい。あー、すごい。え、今のは夢。あいつ動かへんな。接近を試みる。あ、お、お、何してんの何してんの。ああ、かわいいね、やんちゃな女の子は。お、来んの。どうした、どうしたの、どうしたん。罠かからへんの。とことん。あ、帰ってきた。なんや、なんやねん。俺とやるっつんか、これ。もう死んだ。これ敵弱なったよな。いや、これが敵が弱くなったのか武器が強くなったのか分かりませんけども。よし、これでまた夜が楽しみですね。これは楽しいよ、絶対。
気は済んだかね。すごいなお前。そして女の子がまた来て、新しい女の子が。はい、オッケー。あ、おお、お、来た。入ってきた。はい、どうも。元気かな。罠全然意味ないやん。そこ引っかかる、引っかかる。そこ下がって、下がって、下がって。あれ、もう、いや今日本当の女の子しかおらへんな。どうしたんやろ。わかった。ちょっといつもよりおしゃれなんやろこれが。まあいいんじゃない。今回これをパート1としまして、次回またね、あれ、なんか燃えてる燃えてる燃えてる、ウサギが燃えてるよ。次回ね、パート2と称しまして、時間をかけてね、罠にかかる敵をね、取っていくのもいいんではないでしょうか。いた、おう、いた。やるやん、やるやん。でも逃げるやん。ほら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 、死んだ。どこにいるかわからん。ということで寝て終わろうかな。おやすみなさい。はい、朝ですね。ということで、新しくセーブができるようになったんですね。 C ボタンを押すことで、 C ボタン、キーボード C を押すことでね。ということで今回の実況はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お、なんで、なんで、なんで生きとんの？ほれ、ほれ、あ、ほれ。うわー、セクシー。はい、ごめんね。え？え？はい、どうもこんばんは、ラムロットです。超久しぶりにですね、ザ・フォレストの方をやっていきたいと思います。新しいパッチも入ってたんですけどもね、なかなか面白いのが取れずにいたんですけども、コメントの方で、民族たちが罠に引っかかるのが見たいと、たくさん罠を設置してくださいというコメントをいただいたんでね、ありがたい限りです。全くそれを使ってね、それを使ってというか、そういうコメントがあったんで、今日はですね、罠を作りまくります。とりあえず罠をできる限り作ります。それでどうなるのか、パッチでね、罠が再利用できるというか、セットし直すことができるようになったんで、前回までは罠に敵が引っかかってしまうとそれっきりでもう使えなかったんですけども、今回はもう何回でもセットし直せるということなんでね、なんか同じことを2回言ったような気がしますけども、まあいいでしょう。ザ・フォレストの実況動画がですね、現在一番再生されてるんじゃないかな。最近のね、俺の実況の中だとザ・フォレストが一番再生されてるんで、需要があることは分かっているんですけども、なかなか面白い動画が撮れずにですね、まあ、他の人も上げてらっしゃる方もねいるみたいですし、上げてなかったんですけど、自分ではプレイしてました。一人で静かに。こちらを先に作っておかないと。この辺かな。いらない、いらない。一回落として、ちょ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 、いらないんだって。今は何ガードしてんの勝手に、何ガードしてんの勝手に。来るがよい。あいつら綺麗に罠避けるんじゃないの。またこんなに設置したのに
おなごよ、なんかつっかえてるわなんかつっかえてるわ、切り株で。どうすんのどうすんのどうすんの、これ火、ほら火があるから近寄ってこれんだろ。とりあえずね、夜を過ごすのがめんどくさいですね、家がないと。お、お前罠釣り抜けとるやんけ。あ、罠引っかかったのこれ。はい、もう一回セットしろ。はい、もう一回やって、もう一回。見てなかった。もう一回。うわ、すっげえ今日ハーレムや。お前大丈夫？なんでなん？あ、引っかかった。おお。お、ちょっと待って。今、オーナー子たちが。あ、ね、やっぱりね、スタンディングファイヤーが強いんだよな。ちょっと、お前も後で構ってやるから待っとけ。あいつも引っかかるぞ、多分。ほら、もうちょっとこっちおいで。こっち側、おいで。おいで。あ、あ、あ。お前は、大丈夫、あ、ごめんごめん。ごめんごめん。あ、引っかかっちゃった。俺が引っかかっちゃった。あ、なんやねん、なんやねん。ほら、うわ、すっげえ強い。あれ、どうしたの？罠のセットをし直しておいて。え、なんなん、どうしたん、みんな女やけど。めっちゃ嬉しいやん。おいで。セクシーアゲもおいで。ほら。おいでや。恥ずかしがらずに。おいで。あ、てかこれ。あ、ほら、ほんとに全員女やで、これ。めっちゃ嬉しいわ、これ。ほら。あ、あ、やばい。やばい。でも死ぬ。あ、また引っかかってるわ。セクシーハゲまで。かわいい。え？まだおんの？もしかして。じゃ、そろそろ寝るわ。うん、はい。おはよう。おおおお。おお、何遊んでんの？それ何なの？めっちゃ楽しそうやん。いちいち俺の前を通るときにこのびっくりさせる音が入るよね。使ってみよう。あ、止まった、消えた。あれ、また地中張ってるんじゃんかこれ。あれ、おお、あ、燃えてる燃えとる、燃えとるかな。あ、俺かかった、ごめん。あ、ちょっと直して。あ、どこ行った。そして若干こっちも暴れ始めてる。見てこの綺麗なお尻。まあええわ、もうええやろ。どうなってんやろ。あそこにもおる。何この新しいホラゲー。あ、これも、あれ、あ、死んでるわ。なんかごめん、気づかへんだ。で、なんでこれ死体時計やないかんか。頼む。うわ、あれ？あれ？茶髪の子になったけど。あれ？あれ？あれ？あ、こ
これで地道にどかしていこうか。動いてる、ちょっとだけ。はい、はい、頑張り。あともうちょっとや。あともうちょっと後ろ下がるんで。ほれほれ、これをさ、こいつをそろそろ切らないとね、この罠がリセットできないんですけど。どこにいるんや。いた、こいつを。お、なんで、なんで、なんで生きとんの。ほれほれ、あ、ほれ、うわーセクシー。はい、ごめんね。ええ、わ、どこまで行ってんの。うお、早い早い、すごいすごい、あーすごい。え、今のは夢。あいつ動かへんな。接近を試みる。あ、お、お、何してんの何してんの。ああ、かわいいね、やんちゃな女の子は。お、来んの。どうした、どうしたの、どうしたん。罠かからへんのお前ら。とことん。あ、帰ってきた。なんや、なんやねん。俺とやるっつんか、これ。もう死んだ。これ敵弱なったよな。いや、これが敵が弱くなったのか武器が強くなったのか分かりませんけども。よし、これでまた夜が楽しみですね。これは、これは楽しいよ絶対。気は済んだかね。すごいなお前。そして女の子がまた来て、新しい女の子が。はい、オッケー。あ、おお、お、来た、入ってきた。はい、どうも、元気かな。罠全然意味ないやん。そこ引っかかる、引っかかる、そこ下がって下がって下がって。あれ